できるようになるのは1歳頃からなんです。今乳歯が生えておりますが、乳歯から大人の歯、永久歯に生え変わるのが生後7ヶ月ぐらいから始まります。離乳食としてリンゴやタケノコを食べて固形物を食べることができるようになった生後1年くらいから、タケをお母さんの真似をして、まずはタケを噛んで遊ぶところから始まって、1歳頃から食べることができるようになってまいります。まだ12月10日に初めて歩くことができまして、まだこのよちよちとした可愛らしい姿で歩いている姿、皆様にご覧いただいております。どうぞ大変多くのお客様にお越しいただいておりますので、皆様交代をしながらお考えいただきますようにお願いいたします。